なんでさっきからさ、ちょっとフロリダに行ってきますとよく書いてるけど、フロリダイコール風呂ってことなの？風呂行くんで離脱しますって意味じゃないですか。あ、そういうこと？はい。初めて知った。俺も今起点聞かせました。多分そういう意味かなって。風呂に行くから離脱なんだね。多分そうです。じゃあ、便所に行くので離脱は便利だ。クソリダ。クソリダ。クソとは限らねえじゃん。クソかどうかわかんねえじゃん。なんでクソって決めつけるんだよ。便所で離脱はクソリダなんだね。そうですね。クソリダですね。じゃあ、あと、飯で離脱は飯リダ。そうですね。飯リダ。飯リダ。クソリダ、飯リダ。フロリダ。フロリダ。あと何リダ、何リダがあるの、あと。さっきのファンタジスタ徳永さんなんかは仕事でいなくなったんで。しご、しごりだ。しごりだ？ちょっとやばいな。仕事で、仕事で離脱するのはしごりだで。あれで、それはしこりだ。そういう気分だから離脱します。なんでツイキャス聞いててそういう気分になるんだよ。どのタイミングでそういう気分になるんだよ。しこりだに。あと、その、しこり出すのはいいけども、言うなやって思うの、それを。黙って離脱せえやって思うの、その、しこり出の時は。あれですよ、しこり出しますって言って、うん、みんな、しこてらって送るんですよ。ああ、行ってらっしゃいっつって。はい、しこてらって送って。でもそれ、しこてらって言われて、その後、しこれるかな、はい、集中できないっつうか。そんなほがらかな気持ちで、できるかなっていう話だよね、それ。そうですね。まあ、それはわかんないですけど。ちょっと、下ネタから離れようっつって、テーマもらってんのに、また戻ってきたっていう。はい、やっぱこうなりますよね。こうなるね、やっぱり。はい、やっぱこうなっちゃう。やっぱこうなっちゃう。男性のツイキャスってこういう風なのですね、納得。どこに納得してんだよ。